こにゃにゃちは、みーやんです。今日はうちのベルさんたちを紹介していきます。まずはクラウン。レモンライムのレモンちゃん、あ、ちゃんつけちゃったね。ペッパーミントのミントちゃん、そしてアプリコットのコットちゃん、この3匹は同時購入だったんですけど、わかりますか？最初の1週間だけこの2匹餌食いがあんまりよろしくなかったんです。コットちゃんは最初の1週間だけこの2匹に比べて2倍餌を食べていました。今は同じぐらい食べてるんですけど、すると一回り違うんです。大きさがすごいですね。まあでもクラウンよりウェルの方が好きだから、クラウンはもうこの3匹だけにしておこうと思ったんですけど、買っちゃいました。ストロベリーのベリーちゃんです。アプリコットと比べて赤くなるって聞いたんですけど、本当ですかね？コットちゃんはちょっと黄色みがかってます。これからどんな風になっていくのかが楽しみです。次はベルさんたちを紹介していきます。まずスタンダードのレッドタイプ、赤みの強いベルさん、こっち向いてくれませんね。そして赤みの薄いレッドさん、レッドさんは本当に凶暴です。お迎えした時は威嚇で鳴いたり、温浴中に脱走して同じ大きさのベルさんを食べて取り出すのが大変でした。うちのドンです。次はスタンダードのグリーンタイプ、ダートさんです。なるべく赤みの少ないタイプを選んで、将来は
フルグリーンになればいいかなと思っています。あ、飛んじっちゃったね。最後はフルグリーンの緑ちゃんです。安定の可愛さです。激しいですね。今日はこの辺で。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。